井上マーでございます。ノーミルク佐藤です。やってまいりましたミルクサッカーアカデミーサッカーをもっと楽しく見るために今日こちらでございます。ドンカタールワールドカップグループリーグ第一節順位表的に振り返ろうよろしくお願いいたします、ねああ。まとめてくれるわけですね。 ただで,ですね、え、えもう、2節目がもうこの25日の夜からもう始まっちゃうってところがあるので、うでねはい、もうで、ね、全チームがとりあえず出てきましたってのがありますから、はいはい、各グループどんなんだったっけってことを振り返っていきたいなと思います。お願いいたします。はい。というわけでね、はい、エミは毎日やってますので、ぜひチャンネル登録この機会によろしくお願いいたします。いますはい。それでは開幕戦のあったグループ A からいきましょう。はい、こちら、ドン。 グループ、A、はこんな感じでしたね。はい,はいはいはい。もはやちょっと懐かしい。そう,そ,うそうだよね。うん <laughs>、これだけ見ると一気に。ねカタール、<laughs> エクアドルとかあったねって話ですよね、あたねちょっとね。ねうん、まあ、開幕戦、まあ、カタールがちょっとね、緊張してるところありましたけども、あそこをついてね、あのエクアドルのバレンシア選手がまあ2点挙げるところから始まった開幕戦からもう早数日、うんはい、この動画が出る日の夜にはもう、また第2節がもう始まりますから。そう うん。だともすれば、これ、あれですね、状況的にも、エクアドルかオランダ勝った方、どっちかはもう勝ち抜け決定。うん、早くも。うん、出るかもしんない感じですから。そうなんですよ、<ー>早く。もうそういう時期ですね。はい、まだ早いけどね。<ー>半分も終わってないですけど。ベスト16、ね、一番乗りみたいな,な。そうですね。うん。 うん、まあだから普通のね、今までの大会だったら、開催国は基本的に勝ち抜けるんじゃないかみたいな話あったから、まあオランダとカタールが抜けることは硬いんじゃないかってね、皆さん、こう有識者の皆さんも結構そういう予想を立ててた方多いですけど、まあエクアドルがちょっとグループへのダークホース化してるっていうのはエクアドルのエネル・バレンシア2得点だっけそうですね。ねでも2得点他にいるんかね 何人か出まして、そうか、そうか、いるか、それはいいですよね。だけど、得点をトップタイの状態でもありますから、どうなっていかないか、楽しみでございます。カタールもちょっと盛り返す気もしないではないそうですね、結局、あとで出しますけど、サウジだったら日本に、さらにあとはウルグアイとね、韓国もスコアレスドローで戦いましたから、アジア勢が今、ちょっと来てる感じもあるんで、この2周目でね、カタール、どうにか行きたいところですね。 はい、ということで、笛、はい、でございました。うんはい、は,いはい、はい、はい。続いて、今度はグループ B でございます。イビ、はい、B。B、こちらでした。どこんなでしたね。ありましたね。<laughs> イングランド、イランのアディショナルタイム合計、うん、何分でしたっけ ?25 分近いやつ。<laughs> ああ、それがやっぱり記憶に残ってますよね。<laughs> そうですね。えー ちょっとね、イングランド、イラン戦は前半、イングランドが3-0でもうちょっと硬いところから、うん、まあイランが2点巻き返したりだとかもありましたけども、ねはい、また6対2っていう、ちょっととんでもないスコアになってしまったのもありましたから、うん、ちょっとアジア大丈夫かなっていうね、そうな敗もなった日でした、ね、したよこれはね。こちらもなんですけど、あのこの動画が出る今日の夜ですね、うん、あのウェールズ、イラン戦、そしてイングランド、アメリカ戦が行われるので、はい イングランド、これでアメリカにも勝ったりとか、まあ、どうすれば、要はイングランドも突破の可能性がもう出てきますね。おー、はい、そっか。早くもね。はい、あとはちょっとハリー・ケイン選手がね、あの、イングランドではちょっとおけがしたのもありましたから、そ,そのはい、そのあたりがどうなってくるかもちょっと見物では、え注目ではありますけど、果たして。うん、アメリカとウェールズどっちが抜けるかっていうのもね、あります。そうだね、うん。まだいらんぼだってチャンスあるわけでしょ そうなんだよね。すげえ巻き返すかもわかんないですから。もうこうなったら頑張りましょうよ、アジア。そうだよ。ね。そうだイラン、イランもね、イングランド戦の後半から一気にちょっと吹き返してると思あ、そうだね。確かにね。確かに。うん。さあ、ウェールズ相手にはいかがかと。うん。注目して。なるほどね。そうだ。はい、となっております。はい。続いてはこちら、グループ C でございます。C と。はい。C と言ったらこれですね。うん。なんと首位、タウシアラビア。そうだ。 ね、最大の、今大会最大のサプライズ。ね、と、この日までは言われていましたね。こ <laughs> の日までは言われてい続いてすごいサプライズもまた起こりますからね。ねいや、面白かったな、このゲームもね、サウジアルゼンチン。ねえ<ー>、<ー>アルゼンチンが PK メッシュ決めて、<laughs> えー、さてサウジどうなるのかと思ったら、<laughs> うん、ただなかなかアルゼンチンその後得点取れないまま後半にってサウジが2点取っちゃって。うん、そうね。 よかったね。このグループちょっと荒れそうですね、まだまだ。そうですね。ね。でみあの、サウ、あの、なんか、えっと、一応公式で出たのかな、うん、あマルカからスペインのマルカ市では出たのが、うん、えー、グループ第一節のところであの、サウジアラビアのゴールキーパー、アル・オバエ選手が全体の中でナンバーワンのゴールキーパーとベストイレブンに。 何でそうですかーはーいうーん。でもゴールキーパーと言ったらね、メキシコのオチョア選手もあの、ポーランドのレバンドフスキ選手相手に PK 止めたりただ。ああ、そうだ、オチョアだ。そうなんだ、ね。はい,はいはいはい。まだもうこう、一試合一試合、もの熱烈に見てた頃ですね、これね。<laughs> いや今も見てますけども。<laughs> 見てるけどね。さすがにね。 ええうん、試合数が包み重なってきます。ある程度慣れてきます。この時はもうワールドカップだーっていう感じ見てたと皆さんも思うんですよね。開幕ダッシュ的な感じですよねよ。これでもあの、開催国枠で言えば、サウジがまさにそうみたいなことじゃないですか、やっぱり地元。まあ、そるよね。ねねそしてワールドカップ常連中東開催ね、ね初の結果を出すのはやっぱこの。 中東の言う、アジアの言う、サウジな気がしますけどもね。ちょっと思いますね、うん。抜けれるかどうかって、もう抜けてほしいけどね。そうだね。<ー>そしてちょっとアルゼンチンとしてはこう対戦相手の妙的にちょっと厳しいのが、なんと次がメキシコなんですよね。負けたら終わり。負けたらちょっともうないぞって形ですから。そこに突き込んだ戦い方はメキシコはね。うん。してくるから。そうですね。 まただからちょっとアルゼンチンメキシコ戦ちょっと注目なところになっちいます。そうだね、これ世界注目ですね。はい、そうですね。はい。えそして、えー、続いてはグループ D となります。D こっちもだね,いいね。はい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 。<laughs> もはやもう思い出だよね、<laughs> 毎日の、うん。こんな日だったわ。はい。マーさんもね、デンマーク注目ってことデンマークちょっと気に入っちゃいましたね、<laughs> 私ね。なんかかっちょいい人が多かったですね。いいね。えー、この動画が出る翌日ですね。ではい、デンマークはフランスと。いやー、そっか。 うん、対戦しますからね,ね、フランスはなんかこう、抜け目隙きがない感じいたし,ましたもんんねねそうなんですよ、ねうんうん、ただちょっと離脱者がちょっと続々と出ていて、ベンゼマ選手に続いてね、あのサイドバックのリュカ・エルナンデス選手もちょっともう大会離脱、うん、あ,あと練習中にもう一人、どうやら怪我したんじゃないかって、もうニュースが出てるレベルなので、もしかするとデンマーク戦、ベンチで二23切ってるかもしれないですね。あ うん、だから、総力戦って意味合いで、ちょっと決勝トーナメント入っていくことにちょっと辛くなっていく可能性はあるかもしれん,うん。そうか、そうか、うん。そうですね。まあ、あとだから、あくまでこの順位表情で言うと、フランスが抜けてるから、はい、あとはもう一枠中日アでうまくオーストリアどこが取っていくかってことにもなりますよね。ただね、アジアってどこで言ったら、オーストリアも先にフランス相手に先制した。 チームあそうですよ。そうですよ、えーうん。全然戦えるんじゃないですかそうですね。うん。第2戦中日はオーストラリア、フランス、デンマークという戦い、こ,こ,こちらいやー、オーストラリア。な,なんだろう、う今回はちょっとアジアに肩持っちゃう感じがしますね。持っちゃうよね。なんでなんでしょうね、これね。なんかね、あるよねー。 だって、そんなアジアと言ったら続いて、グループ E でございます。あー、我々あー、我々はい、はい、はい、はい。ありがとうございます。おめでとうございます。日本ですね。イン。とすごい、いい順位表だな、これな。そうですね。ずっと眺めてたいですけどね。本当だなー。ただ、押村くはちょっと一番上のスペインの勝ち点というか、特殊点の声がプラス7って言って何ぞやっこれがなんか良くないなんか。まあね。我々1位とかでしょ浮き足立っちゃうからね。そうだね。うん。 今まであれですよね、グループリーグの日本としてはですけど、初戦とって2戦目も勝ったっていう経験は今までにないので。ないよね、ないよね。まただから歴史をね、うん、新たにして戦いになるんじゃないかな。決めたいよね、コスタリカ戦でね。そうだね。これいろんな計算が成り立つわけですけどもね、もう3、3、ね、3になる確率とかがね、怖いじゃないですか。あるからね。十分にあるわけですよね。スペイン戦でやっぱりこう、勝つか引き分けが必要になってくるという状況を、 ちょっと避けれるようにしたいよね、うん。そうですね。日本としてもまずこう勝ちたい、うん。まあ、こんなんはみんな言ってるからね。<laughs> ええ、私なんかが言わないでもね、これいろんな計算してますからね。ねただちょっとだから、こうなってくると、正直スペイン、えー、日本の突破確率は上がってる状態なので、やっぱまず注目はコスタリカってことになりますけど、はいはい、コスタリカはね、日本勢どうやったって得点取りに行かないといけない状態ですから。ね まあ、それこそもう、20になる、あ、2、ね、三0 30、40ってコサイカ狙ってくるでしょうから、逆にね、うん、前がかりになるってことは、日本も裏付けるって話なので、っていうところになってきますはい。はい あの、明日ちょっといい動画撮ろうと思いますので、あ、いい動画出そうと思いますね。まさこれから我々の。どうしよう、どうしよう,しうし、いい動画。いい動画、ちょっとあの、うん、見るアカ的にこうなんかこれ、っ笑ってるじゃないですか。っちっちゃい窓なのにはっきりわかります。っめっちゃ笑ってるじゃないですか、先生。<笑>,<笑>,笑ってるでおい。ありがとうございます。お願いしますね、いい動画。はい、あと、ただ、ちょっとかわいそうというか、今ちょっと大変なのが、もう、うん、もうすでに空中分解中のドイツね。あ、そうなの うんちょっとね、監督以外は、ちょっと名指しではないにしても、うん、ちょっと批判合戦になってるところがあるんですよね。試合後のインタビュー以外にもかいそうですね。位上げてもかいだから、そのあたりが、だから、<ー>から一応次がスペイン相手にってところで、また一致団結できるかどうかっていうのが、ちょっと大事なところではあります。 えっと、負け慣れてないっていうことですかね。そうですね。勝ち慣れているということはありますけど、負け慣れてないってことなのかなそ,うなそうなんですよね。<ー>やっぱこれが初戦落とす怖さってところでもあるのかもしれないですけど、まあ、スペイン戦どんな感じだからドイツ出てくるのかちょっと注目なところになるかもしれません。んドイツ。はい。頑張ってほしいですね。<laughs> <laughs> <laughs> すいません。生、生いっちゃって。すいませんいやいやえ。こんな方がめったに言えませんから、<も>はい。 そしてこのグループ E、はい、えもし、ね、突破するよっていうふうになりましたら、はい、対戦相手になるのはグループ F の1位か2位ということになります。そんな具体的なお話まで。1試合終わった時点で。ではい、そうなのも言えるからね。うん、なんでグループ F も注目していただきましょう。ここちらでございいますはあそ はいえ。グループ F は、ベルギー、カナダがね、1-0ベルギーで、モロッコ、クロアチアがまあスコアレスドローを提出したということで、こんな順位になりここはなんかどこも抜けてないんじゃない試合目見る限り。ね,ね。うん。なんで、まあ、あくまでこの状態だったらベルギー1位、日本2位って形になるから、グループ E はね。だから、決勝トーナメント、ベスト16でベルギー、うん、日本が当たる可能性がありますよ、うん。あらら,ららららら、来たね。そうなのよね。やっちゃうぞ、やっちゃうぞ。<laughs> 監督も一緒だし、ほぼメンバーもね。 白黒。ここメンバー一緒ですからね。たろかいやっていうことですね。そういうことですよ。まあ、ただとと、と世代交代進んどんぞ、こっちはっていう。オタクロ進んどるのか <laughs> って話ですからね。ねうん、ちょっとなかなかベルギーは、あの、勝ちはしたけど、カナダにね。はい。あの、なかなかショットなところもあって。なるほど。あの、クルトワが防ぐ、アルデルバイルルトが頑張る。うん、で、デブライネにつないで、あと、フォワードた、うん どうにかしてくれっていうサッカーをやってらっしゃるから。アザールバチワイ。そうなんですよね。ねただ、アザールさんがちょっとやっぱコンディションがあまり思わしくないのと、うん。そうですか。で、ルカクは決勝トーナメントから戻ってくるらしいんですよ。うん、なるほど。だからちょっとグループリーグでベルギーだからとは対し逃げるかどうかがちょっと残りね。2>, うん、2戦、あとはモロッコと、うん、あとはクロアチア残ってますから、うん、まあ初戦カナダ戦勝ったとはいえまだ分からんぞってのもあります、うん。こうやったら私はもうベルギーでやりたいね。 やりたいよね。私は。やりたい。うん。もう間違いなくやりたいよ。こ,こ,はこれあの、ベルギーと当たんないってなるとよ。うん。ベルギーと当たんのは決勝なのかい逆の山に行くのかい逆山なので決勝ということになります、ねうんうん。なるほど。どっちでもいいでしょう。はい、どっちでもいいでしょうね。<laughs> いや、ベルギーを破って次に行くの最高じゃないそういうことですよね。正真正銘の8って気がするじゃん。 そうですよね。なので、ちょっとこちらご覧いただきましょう。決勝トーナメントのトーナメント基こんな感じになっております。なので、日本はグループリーグを1位で突破した場合だったら左の山、2位だったら右の山ということになります。ってなってくると、よ、すさまじく先の早すぎる話なんですけど、じゃあ、決勝トーナメント、日本行きました。 じゃあ、ベスト16勝っちゃって、新たな歴史紡いでいきましょうってなると、はいはいはい。いわゆる G と、G か H の皆さんとベスト8で当たるういうと,、ね、ということになります、ね。G と H。ああ、はい。だから、どんなメンバーいるのかってことは、やっぱ見ていただきたい、ね。行 <laughs> ちゃいましょう。誰だ、取らぬ狸はどこだど、はい、うだ ?G、まずはこちらと、と G。ト <laughs>、はい、ブラジルです。やめて、やんなきゃよかった。やめて。<laughs> 盛り上げて何、何やめて。 だからですね、これね、まあもう一回ちょっと皆さん見ていただきたいのが。しょうがないよね、これね。あのあの、話ですけど、グループ G 普通に言ったら正直ね、あの、リシャル・リソンのゴールすごかったですけど、ね、あの、ブラジルがグループ G を1位突破する確率は高いでしょう。そうですね。ってなるともう一回トーナメント表と。ってなると、ブラジルは左の山に来るんですね。そうですね。ってなると、2位のがいいのかもしれないってことですね。 っていうところはあるんですよ、ね。勝ち抜こうと思ったらね。そうなんです<ー>だなんならスペインは絶対1位通狙ってくると思いますけど、2位通狙ってきてたらどうしようかね、ぐらいのところはありますけど、ね。そしたら、あですか、2勝同士の最終戦が、ね、うん。ね生クラさ、生クラフットボールになるわけですか、お互い。<laughs> どうぞどうぞ、先に、どうぞどうぞ、みたいな。そ、うん、んなことも起こりうるかもしれませんね。2> <laughs> 2<に>他のグループ次第で1になりたいがためにの。そうなんです、ね。はい。 ちょっと戻りました G ね。こんな感じになっておりました。なるほど。まあ、ブラジルがセルビア相手に勝ちまして、で、あとスイスがね、カメルーン相手に勝ちまして、はい、ってので、ね、こうなっておりますと。うんうん、まあ、だから実際次ね、ブラジルとスイスが戦うので、うん、まあ、勝った方がほぼね、あの、とりあえず勝ち抜きは決定するでしょうから。はい,はいはい。 まあまあ、ブラジル勝つ可能性は高いと思いますけど、うん、まあ、朝でどうなるかってところではありますね。いやいやいや、シャチリも掘っておけませんよ。そうですね。ねうん、さあどうなるか。そして、ラストグループ H がこちらです。はい。はい。まあ、ロナウドのね、5大会連続ゴールなんてこともありましたけど。はい、はい、はいえ、めちゃくちゃ打ち合ったポルトガルとガ、うんうんえーか、3対2でした。いいゲームでしたね。いいゲームでしたね、はい、終盤の打ち合い、ね。ま話題もね、詰まったね。 セレブレーション問題なんかもありながらねありながらいいじゃないですかいいよねそして対照的にというか実はあれ二21世紀のワールドカップでは史上初の出来事が起こっちゃったのがウルグアイと韓国枠内シュートロ本ああ両軍そうなんですしまってたもんねんかねゼロでしたあれはあの人はレアルのあの頻発のあの方が打った ミドルシュートあれ、枠に当たってるから枠ないって言わないんだ、ああいうのは。あれ、そうなんですバーポストのイなんで、バルベルで枠にうん、そうななるほどね。あれが最も迫ったシーンだったわけだ。っていうのは言えるかもしれないですね。まあ、ゴディンさんとかがめちゃめちゃ頑張ってたりしますけどね。ゴディン、ヒメネレス、マルティン、カセレス、私の好きなね。ベテラン人、健在でございますよ。ウルグアはすごいね。そして あの、<え>な、なにまたやってたよね<う>ヌニエスとカバーい、いや、ヌニェカバーニのあの反応ね。バ,バレーボールじゃねえか、みたいなね、あの。そうですね、えー。もう車に猫が飛び出していくような。うそうなんではなくて、ピンって伸びてくるからね。自動がわかるんですってね、あの方はね。ね,<え>ね蹴った瞬間、仲間のシュートの軌道もわかるから、頭でわせるね。 よく韓国ゼロで抑えたよな、えー。<laughs> そうっすね。ありましたね。あの先ほど言ったバーニャンだったシュートもね、しっかりあのナポリのディフェンダーの何さんああ、あれね。頭でガーンって言ってましたから。あったね。すごいわそ。そうですね。うん、そして次が、それこそ前回ですね。はい、ロシアワールドカップベスト16だったかな、はい、あれですよ。あのー、もうね、皆さん覚えてらっしゃるあの、 カバーニ、スアレス、カバーニで決めてったあの試合。ポルトガル対ウルグアイってあれの試合の対戦が、なんとグループステージで行われますからそか。そうか、じゃあブラジルとここが当たるわけでしょ こういうことになりますね。ねそうそうそう。はあはあ,、はあ、なるほどね。いやー、ここ注目ですよね。ブラジルも疲弊しながら上がってくるかもわかんないですね。ポルトガルかもしれないってことですね。ちょっとそうですね。ロナウドの最後のワールドカップを終わらせるのは我々かもしれないってことですね。いや、あ,あ,ある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 。全部やっちゃいましょう。あのポーズをね。やっちゃいますよね。ーえー、なるほどね。<laughs> ということで、グループ A から H までの順位表でございました。えー、大切でした。ないもんで、決勝トーナメントの日本の話までしちゃいました。 てもう買ったきっね。<laughs> そんなことありましたね、過去にね。過去にないね。いやもう負けられませんよ、みたいな話してる<ん>とこですよ、本当はね。そうなんだよね。ねもうんが必須ですよ、みたいなね。まあ、それに変わりはないんですけども。ね、まあ、確かに確かに。明るい気持ちで過ごせてますよいい、これね。まあ、言っておきたいですからね。でまた、このタイミングで飛ぶ人も多いですね。そうだね。またあるにね。 そうだね。そうですわ、これね。いや、おまとめいただいて、ありがとうございました。ありがとうございました。今日も楽しましょうね、夜ね。そうですよ。ありがとう。ウキウキですよ、本当に。ありがとうございました。ちょっと太ってきましたね。な、な、謎の。テンション食いをしてるからですかね。生活リズムがね。ありがとうございますありがとうございました。楽まいりましょう。コメント欄もお待ちしております。ミルクサッカーアカデミーコ明日もよろしくね。井上真ーでした。 のミルク、佐藤でございました。じゃあねー。まドゥン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 ,ン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 。あの、音です。わかるわ公式の音です。<laughs> じゃあねー。